はい、皆さんこんにちは。こんにちは、今日はですね、9月の1日です。うん、はい、だいぶね、間が空いちゃいましたね。すみませんでした。はい、前回確か8月の27かなんかだったと思うんですよね。うん、ちょっとね、この8月の末というのは非常に忙しくて、なんかちょっとバタバタしちゃいまして。そうですね、間空いちゃいました。本当にすいません。すいませんでした。はい、今日からまたね、頑張ってやっていきたいなと思ってます。うん、まあ今日からね、月が変わって9月ということでね、まあ夏も終わってこれから秋になっていくっていうようなね、感じですけれども、まあ日本はね、9月っていうと台風とかね、大雨とかそういうのが結構多いんですよ。そうですね。うん、まあ、いつからかね、雨が多い月になってしまって、昔は結構学校の運動会とかね、そういう行事がたくさんあったんですけど、まあ台風がどんどん来るようになって、まあ、そういうのが結構春とかね、夏とかに移動しましたよね。うん、まあ、そんな形で今日から9月ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ今日本題ですけども、はい、9月1日といえばもうね、日本人の方は、まあ、この日だろうなっていう日があるんですね。うん。はい、何でしょうか。防災の日です。はい。まあ、これはね、みんな知ってます。うん。はい。まあ、なんでかというと、まあ、子供の時からね、大体この9月1日っていうのは、防災ということで、まあ、防災っていうのは、災害を防ぐっていう意味で、まあ、それでも難しい言葉なんですけど、災害ってのは、まあ、今言ったような台風とか、あとは地震とかね、うん、まあ、津波とかね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういう自然の災害ですかね、自然の、まあ、危ないことというかね、そういう危険を避けるための日ということで、まあ、子どもの時からね、避難訓練っていうのをね、よくやってたんですね。うんうん、これもまた難しい言葉なんですけど、うん、避難訓練っていう2つに分けられるんですけど、はい、まあ、避難っていうのは逃げることです。うん、とにかく安全な場所に逃げるっていうこと。そして訓練っていうのは、まあ、練習ってことですかね。そうですね。はい、実際に危ないわけじゃないんだけど、危ない時のために逃げる練習をしますというのが避難訓練なんですけどね。はい、はい、まあ、それが、まあ、毎年毎年学校でもね、あとはまあ仕事のね、職場でもある、会社でもあるということで、まあ、みんな覚えてるという形なんですね。うん、そうですね。まあ、なんで今日がね、その防災の日なのかと言いますと、うん、結構昔ですね、もう結構100年ぐらい前になると思うんですけど、へえ、いや99年ですね、ちょうど、1923年、今から99年前の、9月1日にですね、関東大震災っていうね、はい、関東エリア、東京を中心とするね、その関東地方で大きな地震があったんですね。うんうん、で、まあ、その時のことを、まあ、学びにしてね、まあ、訓練とかをしましょうっていうことで、まあ、防災の日ということでね、決まってるんですね。なるほどね。うん、で、まあ、今日はね、僕ちょっと運転してどっか行ってたんですけど、うん、まあ、どっかっていうか仕事に行ってたんですけど、ラジオでね、この防災の日のお話をしてました。あ、そうですか。うん、で、まあ、結構面白かったというか、興味があるなと思ったことなんですけど、うん、やっぱりね、僕らが今こうやって、まあ、イージージャパニーズやってるじゃないですか、と同じようなことで、日本に住んでいる外国の方向けのそういう避難の訓練だったりとか、あとはそういう外国の方にどうやって情報を伝えるのかっていうことが、まあ一つ問題になっているということで、うん、まあ、例えばですけど、まあ、こういう防災関係、例えば地震とかね、洪水とかいろいろありますけど、そういう時に、まあ、アナウンスとか流れるじゃないですか。はい、サイレンが鳴ったりして、例えば警察とか消防署とかがこう言うんですけど、まあ、テレビとかでも言いますよね。そ
それが結構言葉が難しいんですよ。確かにね、うん、まあ、今言ってたみたいに地震とか洪水、避難、注意報とか警報とか避難勧告とか、そういうたくさん難しい言葉出てくるんですけど、うん、それ難しすぎて外国の人分からないですよねっていう、うん、いうようなことをラジオで言ってたんですよね。確かに漢字多いですしね、うん、漢字が多いし、うん、日本でもまあ大人は分かりますけど、子供にとってはとても難しい言葉だったりします。そうですね、はい、でやっぱりこういう例えば今すぐ逃げないともう危ないですよっていうこととかっていうのは、間違えて聞いたりとか聞き逃しちゃうともう命に関わるじゃないですか、うん、ということで、まあ、外国の方に分かりやすくね、優しい日本語で説明していかなきゃいけないよねと。確かにそういうようなことを、まあ、お話しされていたんですね、うん、ラジオで。なるほどね、うん、まあ、僕らもその同じようなね、似たようなことをやってますけど、本当に大事だなと思いました、うんうん、それで、まあ、その人たちがねラジオで言ってたのは、やっぱりあの近所に住んでる日本人の方とかがやっぱりこうちょっと優しくしてあげないといけないよねと、うんうん、でそのためには普段から日本語のこう優しい言葉でね、あの外国から来た皆さんとコミュニケーションを取っておいた方がいいよねっていう、うん、そういうお話だったんですよ、うん、なるほどね、うん、だから結構ね面白いというか、まあ、僕らがやってることも役に立つかななんていうふうにね聞いてたんですけどね。確かに、うん、そっか、大事ですね。大事ですね、うん、まあ、僕もあのいろんな国に行ったことがありますけど、まあ、英語だったらまあいいんです、うん、けど英語じゃない国にいる時もあるじゃないですか、うん、でそういう時に何かあった時、何か災害にあったりとか、何かその緊急事態ですね、緊急事態ってのは難しい言葉ですけど、まあいろんなことをひっくるめてね、まとめて緊急事態って言うんですけど、例えば事故とかね、まあ火事とか、まあ、何でもそうですけどね、まあ、とにかくこれはもう命に関わるような危険だなっていうようなね、そんな時に言葉がわからないとやっぱりこうパニックになるんですよね。うん、うん、まああんまりなったことないんですけど、言葉が分かってても危ないですからね。そうですね、うん、だからね、まあ今これね聞いていただいてる方っていうのは、まあ、基本的には日本を勉強されてる方とかが多いと思っていて、で結構ね、まあ半分近くの方は日本に住んでる外国の方だと思うんですよ、うん、なので、まあ、そのどうやって逃げるのかとかね、そういうこともちょっと確認しておいてほしいなというふうに思いましたね。そうですね、うん、結構ね、あの、まあ、地震とか洪水とかもうそんなん10年に1回ないかあるかないかだよっていうことじゃなくて、日本結構あるんで、今毎年のようにね、ま、毎月って言ってもいいかもしれないね。確かに、ね、まあ、同じ場所にはならないかもしれないけど、まあ、日本全部で見たら月に1回とかぐらいはいろいろあるんでね、うん、まあ、自分の住んでるところでこうやって逃げるとか、あと安全な場所はどこですよっていう確認はねしといてほしいなというふうに思いました。そうですね、はい、まあ、今日ちょっと真面目な感じですけどね、うん、はい、今日は9月1日で防災の日のお話をしました。はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。